佐藤和夫動画チャンネルです。読売新聞に載っていた幼稚園のところに来ております。石巻瑞穂第二幼稚園になります。そしてここに時計がかけられていますが、本当に地震直後に本当に止まってしまったのかなって感じだと思いますね。3時46分でありますので、その2分後ぐらいにこの時計が止まってしまっております。本当にすごい状況でね、ありがとう前というような感じで書いてありますけども、本当にね、一日も早く復旧復興できるかと思っております。まあ、これも本当にね、海からすぐ100メートル200メートルのところでありますので、本当に匂いもすごいものがありますが、本当に頑張ってもらいたいなと思っております。まあ、本当に周りの家々もかなり本当に壊れてしまった状況でね、本当に津波のものすごさが本当に感じられる、そんなところであります。